無印で完売続出のあの商品買ってきちゃったわはい、皆さんこんにちは、ももかわチャンネルです。はい、今回は無印良品店で買ってきたものを紹介していきたいと思います。イエーイ、やらばばばん。はい、ではちょっと一つずつ紹介していきたいと思います。はい、こちらのものをね 1,2,3,4,5,6 点買ってきました。じゃあ紹介していきます。まずはこちら、じゃじゃーん、コアラパンです。私動物占いコアラなんですけど、パン大好きで美味しそうだったので思わず買っちゃいました。はい、こんな感じでコアラの形をしています。僕はパンなんで適当にやっちゃいます。はい、こちらは後で美味しくいただきます。はい、続いてはじゃじゃーん、こちら生製カットコットンです。コットンです、カットコットンです。はい、こちらお値段250円でした。で、よくコメントでどこでコットン買ってるのって聞かれたんですけど、まあ無印良品のものを使えたらなって思っています。続いてはじゃーん、こちらのアイシャドウのアイカラーです。こちらお値段750円でした。これね、この4つのやついろんな種類があったんですけど、私はこの色にしました。ちなみにこちらはママが欲しくて買っただけで、まあたまに私もねちょっと借りちゃいたいと思っております。でね、最近メイクボックス紹介とかもしたと思うんですけど、その動画でも言ったんですけど、基本的にメイクはリップとかあんまりしません。まあなんか特別なお出かけだったり、まあそういうイベントとかがあったらちょっとリップとか塗ったりしてるんですけど、その動画でね結構いろんなコメント来ました。化粧すると肌荒れるぞとか、化粧早いとかね。まあいいんですよ、まあ集めるのが好きなだけで、まあそんなに化粧はもうファンデーションだーとかゴリゴリはしないのでご安心を。ちなみにママがエステとかメイクとかできる詳しい人なので、ちゃんと洗顔とか教わってるので大丈夫です。このブラウン系を持っておくとすごい便利らしいです。なのでこれから大きくなっていくうちにママにメイクなど教えてもらいたいと思います。続いてはバーバン、薬用リップクリームです。ちなみにこちら敏感肌用で300円でした。開けてみます。ノリじゃん。はい、中はこんな感じです。はい、こんな感じです。まあ普通のリップです。まあ、この時期冬とかにすごいぴったりだと思ったので買いました。で、ここからが一番紹介したいものです。これは出かけた時とかに持っていけるようなリップなんです。ギャー、もう一つがこちら、じゃじゃん、リップエッセンスです。なんとこちらは SNS でめっちゃやっててバカ売れ中なんですよ。結構完売しているお店が続出らしいです。やっとゲットできました。これは普通のリップじゃないですか。で、こっちのリップエッセンスは寝る前に塗って寝ると次の日一日中プルンプルンだそうです。なのでこの時期すごいかさつくじゃないですか。その時にこれを何回もかさついた時に塗ったりするのめんどくさいじゃないですか。そんなあなたにはぴったり。そう、こちら寝る前にドンって塗るだけで次の朝一日中プルンプルンで入れれるので超楽。これ潤い成分がいろいろ配合されていて、お値段が790円です。まあそれだけ価値のあるってことですよ。はい、でこちら種類が2個あって、これがまず普通に透明のピンクもあったんですけど、私はこっちにしました。こちらリップエッセンスなんですけども、リップの下地にも使えるし、口紅の上から塗るグロスにも使えるし、夜寝る前につけてプルンプルンに潤わせることができる。で、こちらすごい芸能人さんとかも使っている方が多いみたいで、今大流行中らしいです。ではちょっと塗っていきたいと思います。これハニーって書いてあります。蜂蜜かな、いい香りがする。じゃあ塗っていきます。チューブ系です。蜂蜜みたいな感じです。でもなんか美容草、夜寝る前にこれを塗るだけで朝プルンプルンになります。で、日中とかはこれを塗ったりしたらいいかもしれません。はい、
い、というわけで今回は無印良品店で買ってきたものを紹介しました。無印って結構ね、すごいいろいろね揃ってたりするので、ぜひ皆さんも気になった方がねいれば行ってみてはどうでしょうか。リップエッセンス探しに行ってみてね。それでは皆さん、バイバーイ。夜べったりつけて寝るわ。最後までご視聴ありがとうございました。おすすめの動画はこちら、次見てみてね。こっちのボタンをクリックして今すぐチャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイヤー。